よう、マスターちゃんじゃないの。何してんの、こんなとこで。はじめちゃん？はじめちゃんはこう見えて、まあいろいろ忙しいんだよね。ほら、なんて言ったかな。そう、バレンタインデー、思い人にチョコだかなんだかを渡すっていうやつで、普通にチョコ渡すだけなら可愛いもんなんだけどさ、度を超えちゃうやつもいるってわけ。僕に言わせりゃ英霊なんてのは大なり小なり人格破綻者の集まりなわけじゃない。自分では普通だと思っててもどっか逸脱してんだわ、これが。で、副長に言われて、そういう連中がハメを外しすぎないように見回ってるってわけ。いや、別に偉くはないよ、こんなの。こういう役職だからね。ま、っていうのは建前で、面白いから見て回ってるだけなんだけどね、本当は。人の恋路はなんとやらってね。違ったかな。そんなわけで、はじめちゃん忙しいから失礼するね。そんじゃあまたねー。あれ、マスターちゃん、こんな夜遅くにどうしたの？って昼もこんな話してたっけか。なに、もしかしてはじめちゃんに何か用事でもあった？僕にチョコ？へえ、そいつはわざわざどうも。悪いね、僕なんかに気を使ってもらって。お、もしかして昼はこれのために僕のとこへ？そりゃ悪いことをしたな。言ってくれりゃ仕事なんぞばっくれて飯にでも誘ったのによ。そうだ、ちょうどいいや、マスターちゃんも付き合う？お礼代わりってわけじゃないけど、夜食用に頼んどいたのよ、厨房の当番さんに。そう、ラーメン。もともとそばとかうどんの麺類には目がなくてね、こっちに来てから食べたこいつにハマっちゃってさ、いろいろ食べたけどやっぱりシンプルに醤油が一番だよね。さあ、伸びないうちにいただきましょうや。あー、やっぱ夜はラーメンに限るわ。この時間に食うのがまたたまんないんだよね。そりゃ大げさでしょ、食いたいもんは食えるうちに食っときゃいいのよ。昔は僕も仕事の合間によくそばすすってたし。そういや、きちんとお礼を言ってなかったな。チョコレートありがとうな、マスター。うーわ、はじめちゃんってばいつも生真面目新選組のつもりなんですけど、そんなヘラヘラしてますかね、僕。なんて、それはともかく、色恋沙汰には気をつけなよ、マスターちゃん。昔よ、僕の仲間にえらく真面目なやつがいてね、そりゃ局長なんかの信頼も厚かったわけ。それがある日、女を連れてきてよ。しかもそれが殺しちまったやつの女だっていうのよ。そいつを自分で面倒見るとか言い出してな。まあ、お互いどういうつもりだったのかは今となっては分かりゃしねえんだが、その後なんやかんやあって二人で心中しちまった。何、
マスターちゃんがどうこうってわけじゃなくてね。なんつうか、色恋沙汰っていうのは理屈じゃないわけ。もう走り出したらどこ行くかわかんないのよ、男と女なんてのはさ。その先に何があろうと自分じゃどうしようもできない。マスターちゃんがそんなことになるのはあんまり見たくないんでね。なんてな。マスターちゃんに限ってそんなことあるわけないか。僕なんかにまでこうやって気を使ってくれるし、ほんといいマスターですよ、マスターちゃんは。よっ、ねえマスター。うん、なんか語呂悪いな。さて、そろそろ引き上げますか。悪いね、夜中まで付き合ってもらっちゃって。また機会があったら付き合ってよ。なあマスター、人理だなんだってのはよ、別にあんたがどうこうするべきことでもないはずだ。本当にどうにもならなくなったら俺に言いな。どこでも連れて逃げてやるからよ。何、生き残ることにかけちゃ誰にも負けねえ、そういう生き方だってある。おっと、また妙なこと口走っちまったか。どうも僕ってば、油断するとすぐ余計なこと口走っちゃうんだよね。そんじゃまたね。はあ、何が偉そうに男と女だよ。俺も焼きが回ったもんだ。どっちが後先分かってないんだって話ですよ。誰のためになんて柄じゃないが、この自由の剣、お前のために振るうとしよう。なあ、マスター。